僕は今日から君の好きなところを一日一個伝えるよ、はい、ドキドキさせちゃうよ。まずこれは今日の分。なんだろう、寝顔がモアイ。ドキドキするわけねー。わけらっしゃー。皆さんどうもピアホヤ詩人でございます。それでは来年の詩人の目標を発表いたします。今年は口が回らず噛んでることが多かったので、こちらトーク中絶対噛まないようにするに決定いたしました。こっちにおいでよ。もう恥ずかしがって出てこない。恥ずかしい。かわいいやつだな。これ出てこいって。一目惚れした。ほい、ほい、いつもの帰り道、あなたの後ろ姿を見るだけで幸せな気分になれた。そう、これが恋。さあ振り返ってごらん。マイハニー。あら、たかし母ちゃん。今日から俺の好きなチョコ一日一個控えよう。360カロリー削減できちゃうぜ。バカ、甘いものを食べたい。ケーキばっか食べたい。そういうと思ってウーバーイーツ頼んどきました。準備いいな。どこ注文したの？ロイヤルポスト。いや、何そのロイヤルポストみたいな。まあいいや、いつ来るのかな。あ、もうそろそろ来ると思うんだけど。ウーバーイーツです。たまにはお出かけと。そんな優しい言葉をいつもイケボで囁いてくれる彼。でも時々変なことを言います。俺のもみあげバナナなんだ。気分やな俺。今日の昼何食べたい？ラーメンとか。いや、それは昨日の気分だな。あ、じゃあオムライスとかは。いや、それは明後日かな。じゃあ何がいいの？あれがいい。お、オロナミン C。 元気はつらつ。はい、今日いっぱいで。君の機嫌にとって一日が大事して。ほいほい、何だったいな。絶対あいつだったんで。バカー、一人一人一人シェルのラスト下に君の泣いてるよ。今日も帰り遅くなりそうだ。あなた変わった。前は家出ても3秒で帰ったのに。いつから俺の帰りが遅いと錯覚していた。3秒、いや1秒で十分だ。すぐに貴様の目の前に現れてやろう。マシマシもやし。あー、どっこい。もやし好きやな。その通り、もやしは二郎系ラーメンには欠かせないお供なのだ。はい、ラーメンです。ねえねえ、どこ隠れてるの？もしかして出ていっちょっと。急に飛びついてきた君は小悪魔だね。やっす。今日から君の好きなとこ一日一個伝えよう。ほかの子みたいに携帯ばっかりたり。君だけ見てるよ。暗いのどこには。というわけで今年も一年ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたしやす。それでは皆さん、またお会いいたしましょう。噛んだ。